はい、皆さんこんにちは。今回は捕食デスピアを使っていきたいと思います。まずは楽に開幕、悲劇のデスピアを落としてアルベルを特殊召喚で、アルベルの効果はチェーン1、悲劇の効果はチェーン2ですね。ドラマトルギアをサーチしつつ持ってくるのはもちろん楽に劇場デスピア。まあね、通常召喚考えたんですけど、オフリスからね入って考えてたからアルベルを特殊召喚したんですけども、まあしなかったんでね、別にサーチして通常召喚でよかったかなっていう感じがします。とりあえずマスカレードを融合召喚しつつ、ドラマトルギア特殊召喚ですね。そして超融合とプレータープランニングをセットしてターンエンド。まあ一旦こんな感じが安定じゃないでしょうかっていうところで羽根暴起ですね。これはきついんで、プレータープランニング発動していきましょう。ヒドラを落として、捕食カウンターを自分のモンスターに2個乗せていきます。まあ、ちょっとやばいですね。融合がまあね、次モンスター引いたらいいんですけど、で相手がプレータープランツっていうことで捕食カウンターが乗ったこちらのマスカレードはリリースされていきます。さらに白いくリリースすることによってあやめの双剣士を特殊召喚、そして2体のモンスターでシンクロ召喚、ここで出てくるのが双剣対抗ショウエイですね。でショウエイ特殊召喚成功時にとりあえずこのターンのエンドフェーズまで効果は無効にしておきましょう。でフィールドのモンスターが無効になったんであやめの双剣士も特殊召喚されますが、相手はねこちらのドラマトルギアを戦闘で破壊することはできないんで、まあ、戦闘で破壊することはできるけどショウエイはもったいないっていうことでそのままターンエンドですね。エンドフェーズマスカレードを蘇生します。そしてバトルフェーズ、まずドラマトルギアでショウエイと相打ち取っていきましょう。そしてマスカレードで、あやめの双剣士と相打ち、そして、融合モンスターがねフィールドから離れたんでアルベルを特殊召喚、これで相手にうららがなければっていう感じですね。まずオフリスの効果で、セラスニャンと切って金人を特殊召喚、そして金人の効果は発動、2体のモンスターで融合召喚ですね。まあ、もちろんここで、ね、融合召喚していくのはプレータープランツキメラフレシア、まあ、ここはねキメラフレシアで、バンクシアオーガを除外しとかないと、あいつ墓地に行ったら捕食カウンター前で来るんで、次のターントップが金人だったりとか、まあ、ハンドに金人がいたらこちらのモンスター全部ね融合スタインされてしまうんで一旦こんな形で除外しています。でトップドロー、赤の楽園ということでかなりディスニードローですね。まずは、ドラマトルギアを、手札に加えてそのままオフリススコーピオとドラマトルギアで融合召喚、出していくのはもちろん各社クリューマスカレード、まあ、これでね、バン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 を与えていきたいんですけども、相手のハンド、まあ、見れば分かる通りマハーマがあるんでこれあんまり見ないんですよね。一旦マハーマの効果が発動していきます。ハンドから特殊召喚して受けたダメージ分ライフポイントを回復ですね。まあ、ここバーン取るよりは確実にライフ回復した方がいいですね。なので、今キメラフレシャーでマハーマ取ることができて、でマスカレードでそのままダイレクトアタックってできると思うんですけども、こいつ赤の楽園で出してるんでこのターンダイレクトアタックできないんですよね。なんで、キメラフレシャーで除外するルートを取っています。で相手はサーチということでここでサレンダーですね。まあ捕食デスピアがいい感じに噛み合ったんじゃないでしょうか。ということで2戦目こちらの先行ですね。まずは楽に開幕から入りますけども、そこはハルウララで止められていきます。まあ、これはちょっと鬱陶しい。まあ楽に一緒デスピア引いてるんで悲劇のデスピアと、ラディアンですね、その2体で融合召喚、もちろん出していくのは格尺竜マスカレードで、楽に開幕がね墓地にあるんで格尺竜マスカレードは攻撃表示でいいと思います。まあ開幕が落ちてなかったら守備表示の方がライストケアになっていいんじゃないかなと思いますけども、そこは皆さんの判断に任せます。ということで赤の楽園サーチしてセットしてエンドですね。でドローフェーズに、赤の楽園起動していきましょう。悲劇のデスピアンと、デスピアンの同期アルベルですね、2体のモンスターで融合召喚して、さっきのターンはねもうサーチ効果を使ってたんですけども、相手のターンで使うことによってサーチをもう1回起動することはできますけども、アルベルが墓地から消えてしまうのでそこはちょっとどうかなっていうところもあります。とりあえず悲劇の効果でね次のターンのアルベルをサーチしていきます。相手はまずライストということで、墓地の楽園開幕を除外して身代わりになってもらいましょう。相手はフィールド魔法 G ボールパークですね、発動したんでまずは1200万、そしてシャインブラックを通常召喚で、シャインブラックじゃない G ボールパークの効果が発動するんでそこに合わせて1200万、合わせてというか強制で、でさらに、ゴキポールですね、効果を使用したんでさらに1200万で、ゴキポールの効果で通常モンスターハンドに加えたんで、ゴキボールを通常、特殊召喚してさらに自爆特攻、自爆特攻の意味はちょっとよく分かりませんが何か考えあってのことでしょうという感じですね。まあ仮にここでランク4出されてもそんなにきついランク4はいないかなっていう感じはします。アルベルもいるんでね、あいつぐらいか、バグースカーちょっときつかったかなっていう感じはあります。まあ、バグースカーが立ってたら、アルベルからこちらの楽園開幕サーチして、ドラマトリギアを持ってきて、で2体のモンスターで、デスピアンクエリティスをね融合召喚してバグースカーの攻撃を耐えたいのみっていう感じですね。一旦マスカレードを特殊召喚して墓地からドラマトルギアを特殊召喚、
まあ、そのまま殴っていったらこちらの勝利ですね。シャインブラック殴り殺してマスカレードでダイレクトアタックしてこちらの勝利ですね。まあ、捕食デスピアとは銘打ってはいますけども、基本的にはやっぱりデスピアの性能が高い、そんなデッキです。ということで3戦目ですね。まずはハンドが事故ってるんでフュージョンデスティニーから入っていきましょう。ひどくないかこのハンド。とりあえずフュージョンデスティニーの効果を発動してデストロイフェニックス外を融合召喚して、特に何もすることはありませんのでそのままターンエンドですね。まあ、あの増殖する G でなんとか相手をしのいでいきたい、そんな感じです。相手はまずはブリキンギを通常召喚、そのまま効果を発動してきますんで増殖する G 投げていきましょう。ですが抹殺の指名者は使わないですね。まあ入ってないのかな、わからんけど。ということでブリキンギ効果で、イクラの軍艦を特殊召喚、さらに激突破を3枚めくって何が起こったかわかりません。そのままサイレントアングラー特殊召喚ですね。2体のモンスターで、猛毒四方ステルスクラーゲン、猛毒四方ステルスクラーゲンはフルチェでこちらの、カードを破壊する効果があるんですけど、間違えて、デストロイフェニックスが自分から起動しています。これは完全にミスです。で、ダイレクトアタック宣言時ですね、セラスニアンタの効果を発動していきましょう。で、これもプレミなんですけど、セラスニアンタの効果でステルスクラーゲン割ったら、こいつら出てくるんですよ。湧いて出てくるんですね、オーバーレイユニットの数分。で、ステルスクラーゲンいたら、こっちのカード水属性になっちゃうから、あいつずっと、ダメージ取ってでも割らなきゃいけないと思って割ったんですけど、よく考えたら、ハンドにラディアンいたんで、割る必要ないっていう感じですね。まあ一応ね、墓穴の指名者も引いてるんで、まあなんとかなるでしょうっていう感じです。とりあえずスタンバイフェーズ、デストロイフェニックスアイが帰還してきます。で、こちらとしてはですね、まずは羽根武器を発動して、ちょっともったいないんですけど、デストロイフェニックスアイを割りつつ、エフィラこいつですね、こいつに対して墓穴を当てていきたい、そんな感じです。まずはプレデタープランターを発動、そしてセラスネントを特殊召喚、そのまま金字効果ですね、2体のモンスターで融合召喚、出していくのはもちろんプレデタープランツキメラフレッシャーですね。こいつで、イクラの軍艦を除外してしまいましょう。とりあえずセラスニアンタの効果で2枚目のプランニングをサーチ。ランク4テーマなんで相手が。プレデタープランニングかなり刺さるんじゃないかなっていう感じです。とりあえずデストロイフェニックスアイでエフィラとデストロイフェニックスアイを割っていきます。で、エフィラの効果ですね。そこに合わせて墓穴の指名者。こうすることで、残ったエフィラを破壊しても、こいつがステルスクラーゲンを呼ぶことはありません。こいつらね、有限だけど2回ぐらい出てくるんで、エフィラが1回、ステルスクラーゲンがもう1回っていう感じで出てくるんで、そこだけは気をつけたいっていう感じですね。まず楽園開幕からアルベルを特殊召喚、そのまま楽園劇場デスピアですね。デスピア発動してアルベルとラディアンですね。アルベルとラディアンで融合召喚して出してくるのが各尺竜マスカレード。しかしここで特殊召喚の回数は5回。一旦プランニングの効果でエフィラを割っていきますけども、割ったタイミングで、あいつはいい、あいつはいい、あいつはどうでもいい、そうこっちニビルが降ってきます。はい、ちょっと厳しいですね、ちょっとじゃないね、だいぶ厳しいですね。でエフィラは墓穴の示し当ててるんであんまり関係ありませんっていう感じです。だがしかし相手のハンドはサイレントアングラー1枚、さらに墓穴の示しということで、とりあえずキメラフレッシャーでサーチしてきますけども、そこは墓穴の示しで止められていきます。で言うて相手のライフポイントあと6800なんで、こちら次デストロイフェニックスアイが蘇生してくるので、まあ、基本的にはこの5000の打点を持ったニビルトークンでぶん殴ればこちらの勝ちですっていう感じですね。ということでエンドフェーズデストロイフェニックスアイの効果で割っていきましょう。まあこれ本当仮に相手がサイレントアングラーをセットしていてもあんまり関係はないですね。ということでダッシュ外の効果でアルベルを特殊召喚、そのまま赤の楽園をサーチです。で、アルベルということでね、なんとニビルトークンとアルベルの攻撃力合計6800ということで綺麗にライフに達してましたって感じですね。まあニビルトークンを起こしてあとは殴っていくだけですね。ニビルでダイレクトアタック、そしてアルベルでダイレクトアタックしてこちらの勝利ですね。まあやはり、まあ捕食もね強いんですけど、それよりねデスピアのパワーが高すぎるっていう感じですね。あとデストロイフェニックスガイね。デッキレスピアこんな感じです。まあ捕食デスピアっていう形をとっているんで、まあこんな感じの枚数になっています。でセラスニャントは、一応防御札にもなるので3枚は積んでいます。てかこいつ普通にサーチ要員なんでね。でかなり楽に劇場デスピアと相性もいいので3枚っていう感じですね。悲劇のデスピアも同様サーチ要員なんで3枚積んでます。で今回愚かな枚数を積んでないんですけど、まあ、確実に1枚積んだ方がいいんでどこかに入れてください。まあライストキットもいいかなと思います。ライストかフューデスかその辺切っていいです。でフューデスなんですけども、オフリスターリンコブラでフュージョンデスティニーサーチできるんで、それもかなり強いかなって感じです。まあ普通にオフリスターリングで、超融合サーチしてオフリスターリングを2体でリンク召喚してアナコンダからフューデスっていう方もできますけども、アナコンダは入っていませんね。はい。でまあこちら
デスペアのアドルビテム今回採用しておりますけども、蘇生できる対象は、まあ、もちろんねこちらのデスペに筆頭候補になっていますけども、プレータープランツ側今回ドラゴスタピラー非採用にしてますんで、まあ、スターウェノムフュージョンドラゴンか、トリフィオベルトムしかプレータープランツ側蘇生対象がありません。しかもトリフィオベルトム別に自己再生持ってるんで、あんまりこいつを復活する意味はないかな。であとは普通の、ランク勝ちのワンパンギミックですね。ですけども、ここタイタニックギャラクシーに変えた方がいいです。まあ持ってるんですけども、これ入れ替え忘れてるんで、そこはご注意くださいっていう感じですね。まあプレデタープランツでダイヤ対戦いたいって言ったら、まあ、デスピア混ぜるのが一番安定はするんで、それが一番いいかなっていう感じはします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。